こちらは整形靴会になります。これから私の足の評価をして靴を作ってくれるそうです。以前神戸医療福祉専門学校三田校さんにお邪魔した時に、整形靴科の生徒さんからなんと私の靴を作ってもらうことになりました。基本的にはなんかもう大きいもの履いてれば大丈夫でしょみたいな感じでなってるので、なんか自分の靴を作るってどんな感じなのかも正直まだイメージが湧きません。ただなのでいろいろお話ししながら、どういう人たちのために作ってるのかとかね、どういう人たちに必要なのかっていうのをちょっといろいろ聞いていこうと思います。あくまで基本的にこう整形靴っていうのは、はい、あの医療の一環になるので、はいはい、病院の先生が処方をして作るっていう流れですね。整形外科の先生、はいはい、うん、とかがやっぱり足が悪い方を見て、うん、この方の治療のために靴が必要だっていうふうになったら、先生がそれを処方して、あ、そこでそれを、まあ、技師装具師があの再生して作ったりするっていうような形ですね。なるほど。足の大きさを測っていきます。立って取らないといけないので、平行棒につかまり形勢を使って立ちます。つま先立ちになるので、そこはちょっと無理やりかかとをつけてもらって取りました。20、それからそんなこんなで月日が経ちまして、やっと靴が完成したので、それまでの過程のちょっと動画、そしてどんな靴ができたのかを紹介していこうと思います。撮ってもらいたいんですけど、ヘッド、こちらがオンラインでの借り合わせの様子になります。本来であれば絶対にオンラインでなんてありえないんですけども、まあ今回はこう私の足の障害に合わせた靴を作るわけでもなく、そしてまあコロナ禍ということもあったので、こんな風にズームでつないで、いろいろ説明を受けながら借り合わせを行っていってます。今回私はですね、ショートブーツ、エンジニアブーツをお願いしたので、これが一応その完成に向けた形の靴なんですけど、やっぱブーツだと履きにくいっていうのはあるので、どうやったら履きやすいブーツになるかというのもこの時にいろいろお話ししました。それだったらちょうどステップにさ、ふくってこう入ってくれるんで、あ、引っかかりができます。そう、引っかかってくれるからすごい足が安定する。あ、じゃあ分かりました。はいはい、そうします。はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、すいません、ありがとうございました。あ、ありがとう。そして先月ですね、実際神戸医療福祉専門学校三田校さんにまた改めてお邪魔して、こんな風に完成した靴を履いてみてます。で、履いた後こう10分くらいかな、見てどこか足が当たってないか、赤くなっていないか、変なところが圧迫されてないかのチェックを行っていきます。そこで、特に、まあ、大きな問題はなかったということで、そしてこちらが完成した私のブーツになります。外と内どちらにもファスナーがついていて、内側のファスナーが斜めに入っているのが見えるかなと思うんですけど、このことによってブーツでもめちゃくちゃ履きやすくなりました。はい、ということでいろいろ挑戦してもらってできました。山岡くん特製私のブーツがどうですか、どうですか。まあまあまあ、よくできました。まあ思ってたよりはうまくいったところはありますし思った通りにいかなかったところもたくさんあります。いや、でも、はい、本当すごい、あの私がリクエストしたブーツの画像があるんですけど、それをすごく忠実に、ね、作っていただいてすごく気に入りました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ山岡を思いながら履いていこうと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと長い長い間制作までね、いろいろありましたけど、
あれですよね、制作中の動画はこっちで出さないんですか。一応広報に渡したんですけど、はい、量がエグくてあのまだまとめるのに時間がかかりそうなるほど、多分こっちが先上がって後で制作動画上げる感じになります。わかりました。じゃあそのいろいろ工程とかは、神戸医療福祉専門学校三田校さんの YouTube とかでも今後を配信していく予定なので、ぜひチェックしてみてください。あと他にね、もっともっとたくさんコラボ動画ももうすでに上がってるのあるので、そちらももうぜひご覧ください。ということで本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。いい経験になりました、はい、ありがとうございます。はい、ということで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。